はい、おはようございます。皆さんで、今回はね、また新しいユニットシリーズが来ました。で、今回のはね、結構ね、みんな強いユニットばっかりなんです。まあ、一応、調べたんです。で、一番欲しいのは、闇のレイズ。一番欲しいのは。で、二番目の欲しいのはね、雷ユニットのカグラです。あれが一番欲しい、その二人。で、もちろんね、三体目のとか、まあみんな強いんですよ。で、ネメスギアとかが、光属性のユニットも強いんです。無限 SPD で敵全体に。どんなに強いんですか、あれ。うわぁ、強い。とりあえずみんな強い。まあ。で、このユニットシリーズね、ビビゲージの上昇量とかさ、バフ、SPB にとか、結構あるんです。で、なんかね、アリス、オシナナアリスって、何のためだったっけ？ もうすでにね、他のユニットはね、いろいろ持ってるんです。そのビゲージ上昇量アップのバフ。まあ、何回やるのはまだわからないんですけど、一応50回やって、で、結果を見て、その場で判断する。まあ、もちろん全部欲しいんです、全部。このユニットを全部欲しい。まあ、とりあえず、5体ごとに、もう1体プレゼントというキャンペーンがあるんです。まあ、20回やって、ボナス4体ということですね。25回やってボナス5体。はい。まあ、とりあえずやりますか。とりあえず2時じゃないとダメなので、2時あ、なってくれないな。ダルバニシェル。まあ、昔はすごく強いユニットです。でも今はもう、まだまだすごく使えるユニットなんですけど、ダルバニシェルは。だけど、もっとマシなユニットがたくさんあるんです、今は。2回目だ。2G？2G。新しいユニットなのかな？名前。プレイス？カグラ。カグラ！おカグラと言ったらカグラです。これ面白いな。嬉しいよ。で、タイプは？アニマでお願いします。アニマ、アニマ、アニ、男は全部受け取ります。オラクルでも。ね。なんでオラクルなんですかね。嬉しかったのにさ。まあいいや。とりあえず3回目だな。虹？はい。で、名前は何だっけ？レイス、レイスだな。レイス。レイスベンチ！レイス。マクナスソルだ。アニマ。まあ。前のもアニマだった。で、またアニマ。で、こいつはね、カルの試練だけに
使える家にとなるです。その他はない。とりあえずそんなには使えないキャラなんです。使わなくてもカルの試練もクリアできるんですけど、どうでしょう。4体目だな。4回目です。ラファ、まあラファはね結構強いユニットなんです。アニマ持ってます。アニマの方、まあ多分2体目は育てないかもしれないな。うん、5回目だな。虹、リーラー、死なないにしてくれるのかな、リーラーをね。ロードたくさん持ってるけどさ、4体もマックスしたんです。昔は結構使えるユニットです。アリーナで6体目、ね、6回目だな。また虹になってくれないな。アルマ、アニマ、もう育てますとアニマの方かな。7回目にじらせて、本気にじらせて、まあ虹になってくれないな。あ、またラファ、ちょっと待って。またラファです。プリーカー、今回。まあ、育てませんね。持ってます、2万の。4万万だけど。8回目か。8回目だな。2!ゼルゲル乗ってます。アニマ、またアニマですが、アニマの方はマックスしました。でたくさんのレビュー動画に使ってたんです。とりあえず木属性なのかな、サムライの、お兄さん、サムライのお兄さんが攻撃力アップバフがあるんです。ゼルゲルはもうさらばかな。9回目。虹？にに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 。わっ？え？まだ触ってなかったんですけど、まあいいやで。アニマ。セイレン。まあ、昔は結構使えるやつなんです。防御力アップとクリティカル率アップだったっけ。でも、今はもう、ダメかな。イラスキルは結構強いんですよ。セイレンの。ディーンかな。虹？まあ、とりあえず10回やって、ハデスか、10回ね。まあ、とりあえず10回やって、かぐられたんですけど、タイプはね、うわぁ。で、11回。あ、ボーナスまだ見てなかったんで、全然。とりあえず11回目、押してから見てみましょう。あ、リクネス。ブレイク、まあいいや。アニマヌは育てたので、で、ボーナスは。